皆様、こんにちは。<laughs> <laughs> えー、こんにちは、はじめまして、楠木大吾と申します。えっ、ー、といきなりちょっとこんな大きい音を出して、ちょっとなんやねんこれとあのびっくりされたかと思うんですけれども、えっ、ー、と <laughs> これはですね、えー、実はこの僕が今つけているこれでえっ、ー、と動くことによって音を鳴らしていました。で、これは 僕が初めて開発したプロダクトで踊ることによって音楽を奏でるというコンセプトで作ったものになります。はい、で今日は中途半端な第一歩が切り開く未来というテーマでこれを開発した経験をもとにお話しさせていただきます。中途半端っていう言葉 皆さん、どんなイメージがありますかね中途半端。お前中途半端なやつやなとか。お前中途半端やかわかんないみたいな。なんかその、中途半端イコール悪みたいな、もうあの悪いイメージがあのすごいついてるかと思うんですけれども、僕は中途半端っていうのはすごいあの時としてえ大事な言葉じゃないかなというふうに思っています。もしかしたら場合によっては、 本当に完璧よりも中途半端にすべき場合もあるんじゃないかなというようなことを考えています。で、先ほどからですね、本当に偉そうにここでお話しさせていただいてるんですけれども、ほんの3年前ぐらいまではですね、本当、どうしようもない、もうダメダメなあの社会人でした。えー もう仕事に全く、ね、こうやる気がなくて <laughs> で遅刻するわ、だらだら仕事するわでもうあの上司からはあのお前みたいなやつも前代未聞やとお前みたいなやめてまえって言われるぐらい本当だめだめなあの社会人でしたでその時の、まあ、僕の心境としてはなんで今この仕事してんのかな俺と自分のやりたいことも 人生をどう生きていいかもわからないまま本当に悶々とした日々をただ過ごしていましたで何か自分のやりたいことを見つけるためにちっちゃい時何が好きやったかなというのをちょっと振り返って考えてみることにしたんですねでこれ僕ちっちゃい方が僕なんですけれどもどちらかというとスポーツは苦手でどっちらかというと あの絵描いたりとかも物を作ったりとかそういうのが好きな子供でそういうのを思い出してあ,あ俺俺んかそのなんか物を生み出すような仕事ができたらすごいハッピーに生きれるかもとようやくここで気づいたんですねで成長していく過程でついこれ大学時代なんですけれどもこの矢印が僕なんですけれどもだいぶ見た目変わっちゃったんですけれどもえーえーと大学時代はですね本当にダンスに熱中しましたえー 大学生の全国大会で優勝するぐらいダンスに熱中してでダンスとかまた音楽っていうものが成長していく過程で大好きだと思えるようになりました大好きなものに巡り合うことができましたでそういう作るのが好きとかあとはダンスが好きっていう2つの好きが合わさって生まれたプロダクトのアイディアがこれだったんですねはいこれは踊ることによって音を出すと。 めちゃくちゃおもろいやんとあのアイディアを浮かんだ時はそう思いましたで絶対おもろいからちょっと一回作ってみようと思ったんですね作ってみようでも当時僕はもう何の経験も知識もなかったですで自分一人でもう何から始めていいかも分からずもう実現が100やとしたら僕はまさにゼロの地点からのスタートでした とりあえず何かやってみようと思うけど何から始めたらいいかわからないからとりあえずこの時代とりあえず検索してみようということで体の動きスペース検知とかですねスペースセンサーとか調べてみたんですねそしたら意外に作り方が載ってますどうやって作っていいかとか結構載ってますもう今の時代すごいですねあの皆さん世界中の人が知識を共有してますねインターネットで。 だから意外に乗ってるとあれこれこ俺でも使う作れるぞというのが気づいてでこのわけわからんけどこのボードとなんかこ,うこういうふうに配線したらいいとかこのプログラム入れたらいいとかっていうのが乗っちゃうんでそのとおりにやってみたら意外に体の動きが検知できる装置を作ることができたんですねでこれが、えー、実験の時のちょっとふざけながら撮ったやつなんですけどここに巻きつけてこうやって動いてみたんですねそ 自分の体の動きに合わせてセンサーの値が変動しているというのが分かったので、これ、おやおやと、自分の体の動き、こうやったら検知できるんやということが分かりました。で、ここまでは自分でできたと。で、一人ではちょっと限界感じたんで、エンジニアのが集まる交流会に参加して、頭良さそうなエンジニアさんをとにかく探しました。で、見つけたのが彼ですね、すっごい頭良さそう。 ですねはい、え、スマホアプリ作れるんですかって言ってちょっと僕こういうの作りたいんですけどちょ一緒にやりませんかって言ってナンパしたんですねそしたら、まあ多分僕の勢いに、まあ、なんかも巻き込まれて、えー、あいいですよみたいな感じで、えー、受け入れてくれましたようやくチームができてですね2人チームで開発を進めたとで、えー、スマホと僕が作ったあのセンサーと連動するのが必要,が必要だったんで それもやったんですけど、ちょっとまあ、これちょっと難しかったんですけど、やっぱこれもインターネットに載ってるから、結構簡単にできたと。あとはケース買ってきて、詰め込むと。完成ですね。プロトタイプ第1号が、なんと2か月ぐらいで、何もない状態から作れました。あれこれ意外にできるやないかというのがここで分かって、試してみました。音が鳴るんですね、動いてたら、めちゃくちゃおもろいと。すっごい楽しいと。 やったといろんな人に、あのー、これめっちゃおもろいでしょうって見せまくったんですね見せてもらったら親にはもうお前にはそんな無理やからどうせ無理やからもうやめとけとかですねで大学の友達の間であいつなんかよう分からんことやりだしたらしいでみたいな冷ややかな何、えー、かうが回ったりとかで日本の企業の方にまめとけ」とかですね大学の友達の間であいつなんかよう分からんことやりだしたらしいでみたいな冷ややかなが回ったりとか日本の企業の方に見せても あのこれ誰が何のために使うんですかみたいな感じで言われてちょっとなんかなんか鼻で笑われて小馬鹿にされたというようなことも結構あったりしてマジかと思って一生懸命作ったのにこんな否定されるもんなんと思ってでいや違うとこれおもろいっちゅうねんと思ってでとにかく馬鹿にされようが何にされようがもうとにかくいろんな人に見せました。そうするるとある日 キーマンのイギリス人の方に出会いましたでそのイギリス人の方めちゃくちゃ背高かったんですけどその方がこれめちゃくちゃおもろいやんとグレートプロダクトってもうなんか英語やから何言ってるか分からないんですけど <laughs> とにかく褒めてくれてるっぽいぞとでこれ絶対海外持っていった方がいいよと言われましたあこれ日本じゃないやと俺の感覚グローバルやんってその時思いました、はいで 英語とか全然喋らなかったんですけどもとりあえず海外に行って、まあ、その方にこうなんかおもちゃ業界の方をいろいろ紹介してもらったんですねで海外に行って踊って見せました、えー、得意なロボットダンスをふんだんに生かして、はい、こんな感じで。 あのいろんな方に見せたんですけれども、<laughs> も,うもうみんなとハイタッチしましまねすごいと、これは、面白いということで、もういろんな世界中の方に見せて、でその勢いで、もう香港、ニューヨーク、イギリス、ドイツって、いろんなところに回ったんですね、これを持って、でまあ、ニューヨークではあのベスト・オブ・トイ・フェアっていう賞をいただいたりとか、あとはイギリスではテレビ取材を受けたりとか、ものすごい評価していただいて。 なんと気づけばもう17か国でリリースして、えー、出荷台数も40まで突破して、えー、YouTube の動画再生回数、なんと400万回再生されてで、えー、覚えではテレビ CM までやってもらってというようなえっ、ー、とえ、こんな奇跡起きるんですかっていうぐらいの <laughs> 動揺するぐらいの奇跡が、えー、なんと起きましたちょっとこれはびっくりしました、えー、SNS 上でもまあ海外から反応がありまして。えー その方は自分の声を録音してこうなんか楽しんでくれてます。いや <laughs> いやいや、めちゃくちゃもう、あの何ですか、めっちゃ嬉れしいですよね、こういう反応は。で、こちらの少年はですね、あのクリスマスの日にプレゼントでこのプロダクトをもらったときのリアクション。 いつもサーモン、はいつもサーモン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 いつもサーてもらってンいつもサーモンいつもサー泣きましたねもうあの嬉しくもサ、えーモンいつもサーモンいつもサーモンいっもサーモンいつもサーモンいつ プロトタイプというか動くものを作ってそれをとにかく見せて回ったでもただそれだけでした本当シンプルにただそれだけしか僕はやってませんでスキルも僕エンジニアとしても全然中途半端だしデザイン力も英語力も全部今中途半端なんですねこんなん言うのも恥ずかしいんですけど全部中途半端ですでえちょっとへこむところなんですけれどもいやちょっと待てっとえー むしろ中途半端なまま突き進んだからこそ誰よりも早く結果を出せて中途半端な未完成なプロトタイプだったからこそいろんな人からいろんなフィードバックを受け入れることができてより良いプロダクトに仕上がっていたというふうに思うようになりましたでプロダクト作りめっちゃおもろいなとここでちょっと魅力に取りつかれですね新しい挑戦も始めていますそれがなんとこちらです 人工知能 AI による自動作曲ソフトっていうちょっとなんとも難しそうな内容なんですけどもシーンとムードを選択するだけでなんと人工知能ちゃんが曲を作ってくれますあなただけの曲を作ってくれますはいこれなんとも悪そうなこの音楽これ実は人間じゃなくて人工知能が作りましたこのメロディーとかもですねこのドラムとかも。 人工知能がなんと音楽を作る時代がやってきましたで何が言いたいかというと、えー、ほんの3年ほど前まで本当だめだめだった僕が今なんとこの人工知能っていうわけわからないものを扱うようになったんですねで当,時当時の多分僕はった人工知能って何ですかと AI って何ですか AI, AI って読むんですかみたいな感じのレベルだったと思うんですけど ななんとととここういううういまで扱うようになったとでそれもこれも、えー、3年前何の知識も経験もない中もうなんかよう分からんけど、あのー、バカにされようが笑わ,われようが中途半端やけど一歩踏み出して本当よかったなと今になって本当に思いますでやっぱ完璧よりも中途半端の方がいいと <laughs> いうふうに思うようになりましたもし僕がですよ僕が一流のエンジニアになってからこう作ろうとかですねあとは 完璧に英語を話せるようになってから海外進出しようとかもっと大きな企業で経験積んでからやろうとかそんなん言ってたら多分そんなん言ってるね時間だって多分僕の情熱も冷めていたかもしれないなと今やのってすごく思いますでも一歩踏み出せばどんどん可能性を広げていってで次のステージネクストステージというふに繋がっていくんだなというふうにえとすごく今感じています なので完璧な第一歩が未来を開くんじゃなくて中途半端な第一歩こそ未来を切り開いていくんじゃないかというふうに思ってますなので今後とも僕は中途半端な一歩を踏み続けようと思っておりますこんな中途半端なやつの話でしたけれども皆様の一歩踏み出す勇気に少しでもつながれば 嬉しく思いますご清聴ありがとうございました